おはようございます。今回は仕入れ模様からスタート。本日のメイン食材を買いにさいさいみまさかサイト店に来ました。いろんな種類のブドウが置いてます。シャインマスカットやピオーネ、瀬戸ジャイアンツや巨峰などいろんな種類のブドウが置いてあります。2種類組み合わせのセット販売は初めて見ました。食べ比べができるのは消費者にとって非常に嬉しいですね。今回はシャインマスカットとクイーンニーナのセットを購入します。さすが農産物直売所、かぼちゃだけでこの種類。幻の果実と言われるポポなんかも売ってますよ。一つ購入して次回の調理動画で使いましょう。お、今が旬のマコモダケ発見。2つほど購入しておきましょう。芋のつるやささげも売ってますね。炒め物にしてお召し上がりください。冷凍庫には獅子肉や鹿肉が並んでいます。このレイシというどぶろくはすっきりしていてとても飲みやすいですよ。このヨーグルトの具にも面白い食感でとても美味しかったですよ。ムカゴも欲しかったんですけども今日は売ってませんでした。残念。直売所を出まして駐車場の敷地内にある梅干し専門店キュンプラスさんです。梅ジュースだけですごい種類。梅雨明かで飲んでみましょう。店内も梅商品がとても多彩です。 3% から 20% のいろんな味の梅干しも楽しむことができます。輝きフロマージュという梅のクリームチーズもおすすめです。シンクの梅ジュースを飲みながらお店に戻りましょう。今回の仕入れ内容です。ぶどう、ポポー、あけび、ぎんなん、春菊、マコモダケ、ニラ、黒豆、新生姜、オクラ、栗などを仕入れました。今日のメインのシャインマスカとクイーンニーナです。どちらも粒が大きくて綺麗ですね。クイーンニーナは2011年に登録された比較的新しい品種です。非常に糖度が高くサクサクした食感が特徴的です。ではサクッと作っていきましょう。どちらの品種も糖度が高く皮ごと食べられます。酢の物にするととても美味しいです。皮ごと食べるのでまずは水洗いしましょう。ちなみに新芽ではアルカリ電解水に浸して余計な汚れや農薬を除去します。今回酢の物に使用する食材を紹介していきますね。まずは右上、シャインマスカットです。次に真ん中の赤いブドウがクイーンニーナです。洗浄のためにしばらく電解水に浸しています。次に皮の剥いた大根です。辛いのが好きな方は大根の下側、辛いのが苦手な方は大根の上側を使ってください。普段お店ではバランスよく上と下をブレンドします。次に用意するのが2杯酢か3杯酢です。酢は加熱してまろやかにしてください。さっぱり食べたい方は2杯酢、
まろやかに食べたい方は三杯酢を使用してください。それでは調理を開始しましょう。まずはブドウのヘタを取ってください。念のために一旦水道水で電解水を洗います。ヘタを取ったシャインマスカットを味が染み込みやすいように半分に切ってください。切り口からお酢が染み込みやすくするためです。同じようにクイーンニーナもヘタを取ります。半分にカットします。もしクイーンニーナの皮が気になるようでしたら、皮から身を押し出してください。皮も身も弾力があるので簡単に皮を剥けます。ほら、この通りつるっと剥けます。次に大根をおろします。もう一度言いますね。辛いのが苦手な方は大根の上をおろしてください。このおろし金は私の最近のお気に入りで、鬼おろしのようなふわふわサクサク食感の大根おろしができます。軽く大根の水分を絞ってから和えてください。お好みで2杯酢か3杯酢をかけます。軽く混ぜてください。器に美しく盛り付けて、はい、完成。とても簡単ですね。切って和えるだけなので調理時間5分もかかりません。冷蔵庫で10分ほど寝かせるとなお美味しいですよ。最後にクレソンなどの香草をトッピングして出来上がりです。試してみてください。とっても美味しいですよ。Savannah.